サッカーっていうのはまだマイナーなスポーツだと思うんですけど、やっぱりもう見ていただいたらすぐ分かる、まあ面白いなって多分思っていただけると思うんで、まずはもう足を運んでいただいて、まあ、試合を見てもらうっていうのが一番最初かなと思ってます。サッカーとフットサルと比べたらもうちょっとアクロバティックなスポーツなので、まあ点差も早いので、もう気づいたらもう点入るので、あとオーバーヘッドキックとかボレーキックとか、まあ、リフティングとか、まあ、サッカーのやり方も全然違います。見せるプレーっていうのが多いのと、またさらに音楽もかかってますし、選手との距離も近いですし、ビーチサッカーを見に来るっていう感覚じゃなくても楽しめるスポーツだ、はい、あまり時間が長くないので見てる人も集中して見て、少しまた休んでっていうのを繰り返せるからですね、楽しく見れるんじゃないかなというのはあります。まあ、一番はもうコートがちっちゃくてゴールが大きいんでシュートが入るんですよ。なのでまあシュートする回数が多いっていうのと、まあ、チャンスもピンチもあるんで、やっぱり観客が一番盛り上がれるスポーツかなっていうのが。Então, eu sou parte da Kirin.Pela primeira vez no Beach Soccer, fazendo a clínica para as crianças, para os adultos verem como é importante é, e como é bom, como é legal, divertido jogar na praia, né? Todo mundo está aqui, pai, sangue, está por aí. Então, está no se você gostar.まあ、サッカークリニックとかすごい全国でまあ開催されてると思うんですけど、まあ、なかなかビーチサッカーっていうのはまだまだマイナーな競技で、まあ、それをこの親善試合、国際試合の後にやっぱあのキリンさん主催でやっていただけるっていうのはすごい僕らにとってもすごいまあ楽しめましたし、あの知ってもらうためにも良かった機会だったと思います。 Bom, primeiro, eu acho que o beach soccer é um esporte espetacularQue a gente pratica na praia, num lugar maravilhoso como esse, é, onde você, ao mesmo tempo que você joga o esporte, você pode aproveitar, né?